新型コロナウイルス感染の情報です。県内では今日新たに三千二百二十八人の感染と。九人の死亡が確認されました。感染者の内訳です。広島市で千四百八十二人。福山市で四百七十七人など。合わせて三千二百二十八人です。先週の土曜日と比べて。千二百七十人減りました。また。 広島市や福山市などで合わせて9人の死亡を確認しています昨日時点で入院している人の数は531人でこのうち重症者は4人です病床使用率は56.9%と低下傾向です